ミッドナイトボーズのベータナイト日本。こんばんは、ミッドナイトボーズのデブキャンです。ユウネです。ユウネです。さあ、今回から始まりましたミッドナイトボーズのベータナイト日本は、ハロプロ関係の時事ネタや雑談を15分間お送りするラジオ形式の番組となっております。週替わりでメインパーソナリティを変えて、基本は2人1組で毎週金曜日にお届けしてまいります。今回のメインパーソナリティはデブキャンです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ということで今回からやってまいりますが、はい、ラジオは2人は初めてですよね。そうね、俺は。そうっすね、俺も。今回はその私が直撮りで、雄大と秋信にはその電話での感じになってると。そうね、これは毎回そのメインパーソナリティが動画を撮って、はい、他の2人はサブの2人は電話出演という形にするんですけども、この、まあ、ベータナイト日本という歴史のある番組なんでね、これも実は。そうですね。あの、私が高校生の頃からこそこそと、もう一人のそのコンビを組んでた方とこそこそとやっていたベータナイト日本をリニューアルしてね、まあ、新たな改編ですね、いわゆる。実は2年ぐらいの歴史あるよ。あ、そう、実は2年ぐらい続けてて、結構その、巷では有名だったんだ、あのラジオは。確かに。楽しみだったもんね。雄大とかは聞いてた側だからね、あれを。そうそうそう。今回からは、こっちがやる側になるってこと。そうそう、今、その、あいつは聞いてんのかな、もともと俺とやってたやつは。どうなのかわかんないけども、あいつにやっぱ恥のないようなラジオ番組にしていきたいんで。そうですね。で、今回は、その、私が、その、まあ、ラジオを、その、まあ、こそこそとやってたっていうのもあるし、あと、ラジオが一番好きなんだよね、多分俺が。まあ、そうだよね。その、いろいろと。聞いてるのもね。そう。ハロプロの番組だけじゃなくて、オールナイトニッポンとかだったり TBS ラジオのやつだったりとかいろいろと聞いてるんで、まあ、ラジオのノウハウというかやり方とか、まあまあ他より分かってるか、とりあえず俺がやってみて、今度また2人1組でやっていくのにあたって、2人にちょっとこんな感じで進めていくよみたいなのをやっていきたいと。で、このベータナイトニッポンでやっていくのは、基本的にハロプロの時事ニュースと、まあ、個人的な雑談があればなと思っております。なんで、このまあコメント欄、この YouTube のコメント欄か、もしくはミッドナイトボードの Twitter の DM で、まあ、話してほしい今週のハロプロみたいなのがあれば、どんどんどしどしコメント募集しております。はい、待ってます。よろしくお願いします。ということで、今回も始めていきたいと思います。こちらの番組は、映画あの頃、マクドナルド、オーラ2の提供をお待ちしています。ミッドナイトボーズのベータナイトニッポン。今週のハロプ ロ。このコーナーでは毎週ね、あの、変わる変わっていくハロープロジェクトの時事ニュースをお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。といって、今週その、まあ、今ね、1月21日木曜日の夜なんですけど、このラジオやろうと思ったのが火曜日ぐらいかな、18日ぐらいで、なんかネタ探さなきゃなと思って、ラジオに関して、まあ、今週レラピの場合で行くからいいかなと思ってたんだ、その話をすればと。したら、あの、昨日とんでもないニュースが入ってきて、とんでもないニュースが入ってきたよ。LINE ニュースの結構上位にも食い込んでくる、ジュースジュースと椿ファクトリーの合同オーディションがありますと。はいはいはい。このラジオをやろうと思った時に出るなんて、なんてタイミングだと。俺らのためにね、やってくれるかなと思ったりもします。すごいよね。ジュースジュースと椿ファクトリーって合同オーディション、これどういうことだと。そうね。あの、まあ、基本的に中学生から高校生、大体の女の子、小6から高2の女の子限定でね、なんか、オーディション、ジュースジュースと椿ファクトリー、まあ、引いたハロプロが好きな人のみが受けれるオーディションで、まあ、これはハロプロが好きな女の子には大ニュースですよ。大ニュースですよ。まあ、受けといた方がいいとしか思わない。そうね、もうみんな受けてほしいね。本当にみんな受けてほしい。本当に妹に受けさそうかなと思ってるぐらいですかね。確かに、と年齢が合うならね、ワンチャンがあるんで。そうそうそう、今中3だ、次高1だから、ね、全然いけるんだ。いけるんだよね。待ってます。確かに、推し紹介貸してもらうね。で、このジュースジュースと椿ファクトリーが合同でやるってことがさ、まず異例じゃんか。まあね、まあ、やっぱり、うん、どう見てもジュースジュースの方が先輩格だし、ジュースジュースに入るってやっぱ敷居高いじゃん。めちゃくちゃ高いよ。そのやっぱ研修生上がりの人、もしくはどっかで経験を積んできた人がやってるわけじゃんか。いや、そう、逸材も逸材よ。だってあの人たちは そこに混じってオーディションを勝ち抜いていけるのかというのもありますし、だよな。
そして椿ファクトリーも一応、まあ、2期目という扱いではあるけれども、一応まあみんなで平等みたいな感じでやってるじゃんか。まあ確かにね。これもその新メンバーとして入ってきて、どう椿ファクトリーが変わっていくのか。そうだよな。いろいろやっぱ椿ファクトリーも、ね、去年いろいろありまして、うんうんうん、メンバーも一人ね、尾形さんがいなくなっちゃって、この穴をどう埋めるかっていうのもあるじゃんか。ここでやっぱ新しいフレッシュなオーディション組がどう活躍していくか。そうだよね。やっぱいろいろここで椿にね、うん、小6の子とか入ったりしたらさ、めちゃくちゃおもろくない一気にな。そう、一気によ。今までマオピンが最年少でやってきて、最初はやっぱ最年少って感じしたけど、もうだんだんお姉ちゃんだしね。そうそうそう、あの子も。そう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 、だいぶお姉ちゃんになってきたよね、うん、大人の。ここでなんて言うんでしょうね、2期というのか3期というのか分かんないけども、これで椿ファクトリーが、まあ、一気にね、ぐんとまた起爆剤になる人が入ってくればと思うし。そうですね。ただまあジュースジュースと椿ファクトリーの合同オーディションっていうのがさ、なんかそのどういうつもりなんだろうと思うけどね。まあね、だって椿が好きな人もいるし、ジュースが好きな人も、それは別、ハロプロが好きならいいけども、ジュースが好きって人もいるかもしれないじゃん、うん、まあね、確かに。その子がジュースジュースに入りたくて受けて椿ファクトリーに入ったりとか、まあどうせ後から後で考えれば結局良かったって思うかもしれないけど、入って最初のモチベーションが低い子が入らなきゃいいけどなって、そこがちょっと心配な部分ではある。あ、なるほどね。そのやっぱ最初が大事じゃんか、スタートだしね。こんなはずじゃなかったっていうことでしょ、だから。そうそうですね。まあでもまあハロプロが好きな子だったら全然いいんだろうけど、あとまあそのどうなんだろうな、それはなんか希望が通るのか。そうね、なんだかんだ通るのかな、上のその事務所的に、いやこの子はこっちのグループだろうみたいになるのか。希望が通るんだったら多分ジュースジュースの方が多いじゃん。まあね、そりゃそうだ。だからが合同オーディションって言い方をするんだったら、希望は取らないんじゃないかなとも思うけどね。あ、どっちでもいいと思ってる人しか受け付けてませんよって可能性もあるじゃんか。いやでもそれだってお前考えてみると、高校入るときにさ、うん、オンクラとビクラ選んだじゃん俺ら。選んだ。それ選べないのと一緒だからね。確かに、まあどっちでもいいって人と、やっぱオンクラじゃないと嫌だって人もいるわけだしな。そうそうそう、俺は絶対オンクラじゃないと嫌だったから。そうよね、だってうちの学校比率的なオンクラの方が多かったもんね。まあ それぐらいのジュースと椿にオンクラとビクラの差があるのかわからないけども。いや、もっとあるだろう、なんなら。そうね、だからそれでオンクラとビクラでちょっと嫌だなと思ってるのにさ。まあそうだよな。そんなのってやろな。おそらくジュースジュースの方が今のところはだって、まあ、歴史もあるし人気なんじゃないかなというところもあるから。で、まあ、オーディション自体については全然いいと思うんだよ。オーディション組って、いや、そうそうそう、だってあの逸材多いじゃんか。そう、結局さワクワクするじゃん。そう、ワクワクするし、結局ね入ったら好きになるから。そうなんよ、なんだっていいんですけど、ね、そりゃそう、みんな言ってますけどさ、なんやかんや、だから入ったら結局いいんだから、まあ、入るまでの過程を大事にしてほしいなとも思いますね。だから早く入ってほしいよね。あ、そう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 。いや、俺はあの、なんかちょっとね、映してほしい。媒体なんでもいいから、オーディション。ああ、何かで、うん。うん。ちょっとやっぱジュースジュースでもね、もうちょっとまだ、レイレイが入ってからの活動も見たかった部分もあるけど。でもさ、なんだかんださ、半年くらいかかるでしょ、オーディションって。今から始まるからね。その間に。って考えたら。でもやっぱ、大きいコンサートができなかったわけじゃんか、そうなると。コロナが収まるとも思えないし。まあね。だからまあレイレイが入ったのは宮本さんの卒業コンサートとかバラッド系のやつばっかりになっちゃうので、まあ普通のやつも見てみたかったなとは思うなと思いましたね。まあでもなんかあれ、あとあれだよな、そんだけその新しくメンバー雇えんだっていう感じがあるよな。確かにそのコロナ禍でな。そうそうそう。でコンサートもまあさ、ちゃんとはできてないわけじゃん、いつも通りには、うんうん、で絶対その減収はしてるはずなんだけど、うん、でもそこでしっかり新メンバー雇えるほどの経済的な余裕というかあるっていう。そうそうそう、経営的にもな、確かに事務所移転してちょっと浮いたのかもな。そうそうそうだよな。なんかそこがすごいなっていうか、あ、そんな感じなんだってね。確かに事務所移転もしかしたら可能性もあるし、だってさ俺らもさ2期目2期目って言ってるわけけどさ、うん、そう今ここで2期メンバー入ったら そいつに払うねあれないからさ。いや入れませんよ、うちは該当者なしですよ。そう、書類で落としますよ。2期メンバー雇えない状況じゃん今、経済的には。まあね、まず書類出してこいよな。書類出したらまずミキやるけど落とすよって、該当者なしだから。最初に言っとくけど。ひどい話でそんな多いでしょということで、そして今回
ちょっともう一つ一個だけちょっと話したいのがあって。ああ言うよ。あの歌ちゃん、歌ちゃんね、ちょっとハロプロ関係ないじゃないかって話もあるけども、今はね、うん、あ一度ね惚れてしまった以上話さなきゃならないというか、はいはい、やっぱりキュルリンテしてみてだっけな、キュルリンテしてみてっていうアイドルグループで歌ちゃんが復活しました、うん、ミュージックビデオが出ました。はい、賛否両論ですね。見ました見た見た見た。いや俺見てないな。見てない。いや私はツイッターしか見てない。私は別にとにかく言うつもりはないですし、てか逆に全然まあやる分にはなんともないかなと思ってるんだけどね。その思いっきり許してニャンをやったんだね、うん、思っきり思っきりね、思っきりやってたね。まあ別にいいんだけど、それのねその反対する人の気持ちも分かるよ全然。まあね、ただまあ一つ言いたいのは、その否定はダメだよって言いたい、歌ちゃんを。批判はいいけどね、その否定になっちゃうとまた違ってくるじゃんか。歌ちゃんを好きになった以上ね、歌ちゃんを応援したいし、まあ許してねをやっても全然私は許すし、許さない人がそのあ歌ちゃんってこんな子だったんだみたいな言い方はね、ちょっと見てていい気持ちじゃないし、まあね、辛いよね。まあツイッターにちょっとこれはダメなんじゃないぐらい書くのは全然いいと思うんだ、そういう批判は。ただまあいや歌ちゃんこれはやっちゃダメだよ、見損なったわみたいなのはちょっと見ててねあれなんで、まあね、ちょっと否定はダメですよっていう私の批判でしたっていう、これだけ言いたかった、はい、そうね歌ちゃんは。ということで、あとはまあ時間もあれなんですが、ちょっと個人雑談の方ね、やっぱメインパーソナリティは一個だけお話を持ってこなきゃいけないと。はい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 。一応その自転車の話と髪の毛を染める話の2つ持ってきたんだけど、どっちがいいかないやまあ髪の毛の話かな俺は。髪の毛ね、ちょっと僕サクッと終わらせるけど、その、まあ、何人かは気づいてるかもしれないけど、私髪の前の方に白髪が結構多いんですね。あ確かに、ね、全面に。これも昔からで全然もう気にしなかったんだけど、やっぱあの親がね、母ちゃんが動画を見るんだが俺のあの、うん、白髪ちょっと嫌だなっつってで気にしてんだ。あでね、白髪染めを買ってきたんだけど、あの真緑買ってきたでな、え緑って言ったら、デブキャンはこの色でしょって言ったから坊主でした。うちの親坊主でした。だからまあ、だから黒に染めても、黒色に染めてもあんまり色は映んないけど、白はちょっと緑っぽくなるよみたいなやつなんだ。なんていうのそういうのは、白髪染めみたいなやつね。それを緑に染めようかな、今パッチテストをやってる状況で。だからチラッとチラッほら緑が見えるわけでしょ。かびてるわけじゃなくて、白髪染めの緑だよっていうのは先に言っとくね。苔が生えてるわけじゃないよっていう。あ、そう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 、苔じゃなくて白髪染めの色だよっていう話です。すごいねマジでそれ、びっくりした。あ、緑かと思って。いや、俺さ、てっきりさ、普通に髪をなんか染めたのかと思って、この期間に。いや、まあ、それでもいいんだけど、全然。私でもちょっと、その、私、水泳部にずっといて、あの、髪の毛の色素が落ちなかったで有名だから、やっぱ、自分の黒に自信持ってるんだ。黒が強いんだね。そう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 。水泳部にさ、ずっといたらさ、髪の毛の色ってだんだん落ちてきてさ、なるね。まあ、金色っぽくなってくるじゃん。うん、俺ずっと水泳部にいた時に真っ黒でさ過ごしたからさ。確かに水泳部の色ではないわ。だから髪の毛自信持ってんね俺黒にその分ね、ちょっとやっぱ髪の毛染めるのはちょっと抵抗あるけど、白髪染めはね全然いいかなと思ってたら、親が坊主なんでデブキャン色の緑になりましたという話でした楽しみだな楽しみに待っててください。ミッドナイト坊主のベータナイト日本では皆様からのお便りを YouTube のコメント欄と Twitter の DM で募集しています。どしどしお便り待っています。ということで今回はこんな感じで、初めての15分間ぐらいかな動画を撮ってまいりましたが、うん、ラジオどうですか。いやまあなんか楽しいわ、普通に喋ってるからさ。まあね、いつも通りのおしゃべりをね出してる感じもするし。そうそうそう、あっという間だね。なんかまだね、いやマジそう、俺多分喋ったのまだ30秒くらいです。まあまあしゃあない。今回はね、私がメインパーソナリティだからメインで喋ってもらったけど、秋信がメインの回もあるんでね、その時は頼むよ。まあそうだね。その時は、まあ、ちょっと頑張るわ。綺麗に回してくれよ。その時にな
っても喋れないってパターンあるからね。それはそう、ね、そう放送事故になるから頼むよ。それが一番きついから。動画界隈で俺あんま喋んないからさ。動画界隈まあ確かにね、動きでね、奇抜な動きで注目を集めるタイプなんで。ただまあラジオをやるにあたっておしゃべりの方もどんどん上手くなっててもらいたいなと思います。そして、はい、まあ触れておかなきゃなんないのがこの後ろに流れてる音楽なんですが、はい、ミスターマングースという、まあ、私の知り合いのちょっとお兄ちゃん、昔からの知り合いのお兄ちゃん的存在の方々がやってるバンドの仮面ドライバーという曲をね使わせていただいてるんで、はい、まあ、皆さんもねぜひこの曲めっちゃかっこいいんで、よければ概要欄 に, 普通に概要欄にちょっとリンク貼っとくんで、ぜひ iTunes とかでダウンロードしてみてください。マジでかっこいいからちょっと使わせてくださいってお願いしに行って、心よくね全然 OK よって言ってくれたんで、マジありがたい、ね、マジありがたい。これだからこのミスターマングースの仮面ドライバーとともに、これエンディングテーマに決定したんで、はい、この曲とともに今回の初めてのミッドナイトボーズベータナイト日本は終わりたいと思います。今宵も素敵な夜をお過ごしください。それではバイチュン。バイチュン、バイチュン。僕はやめたんだ、形を変えて作り出すとさよなら。ヘルメなんて海に投げ捨て